中古か、レクサスの一番高いやつとか買えるかもしれない。脇の嫌な匂いな、脇の嫌な匂い、脇の嫌なに。あえいうえおあお。お菓子の町岡爆食いしたい。お菓子の町岡爆食いしたい。おはようございます。胸肉200、白米150、最近よく食べてるウォーキンカレーを入れて、キウイ。いただきます。うん、1種目目お願いします。そっから、はい。1種目目はレッグエクステンションをやっていくんですけど、はい、全体的に入れることは1回力抜いてから挙上するときに 100% 力を入れるっていうようなやり方で今日はやっていこうかなと思ってて、でなんでそれをやってほしいかっていうと、下げるときに耐えちゃうと苦しくなっちゃったりとか、腰と膝で耐えちゃったりして、なんか長続きしないんですよ。なんですけど、こう上げる時の筋肉に自然とこう力が入って血圧が上がる局面っていうのはやっぱ気持ちいいんですよね。まあ、足ってやっぱ痛みとの戦いだと思うんですけど、その気持ちのいい中での痛み、耐える痛みっていうのは膝とか腰とかが痛いなっていう、そういうのはちょっと一回排除して、 D さんがストレスなく自分で自らこう追い込めるような種目とフォームを提案していきたいと思います。この辺にも効かしたい場合は、このから一回ちょっとお尻上げて沈み込みながらグッと上げます。で、レストを挟みながらでもいいからとにかく20回やる。フルスタックから始めた方がいいです。こっちこっからってことですよね。そう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 。結局こうやって置かないでやってると、ここの腱にずっと負担がかかり続けちゃってるんで、ここ痛くなるんですよ。なんですけど一回置くと、こっちから力入った後にこっちから入ってくるんで、イメージとしてあんまり関節には来ないのかなっていう。Taking names, let our voices rise.
クワット自分どうしても180で10回っていうか、それぐらいは上げないとちょっと足は厳しいかなと思ってて、はい、っていうのもなんか結構最近海外のクラシックフィジーカーとかって見てるんですけど、300キロとかで8回やるような人とかが同じ体重制限の中でやっぱ出てるんですよ。そうした時にせめて180キロで10回とかやらないと、なんだろうな、もちろんいきなりそんなトップ選手と比べてるわけじゃないですけど、なんか一個指標としてあるわけですよね、はい、でやった時にずっと同じフォームでやってても上がんないから、これが膝でこれが腰だとして、ここからこうやって上げるスクワットで結構重量を持つっていう今練習をしてて、今日はパラレルよりもちょっと低いぐらいの位置か、それぐらいの位置ぐらいで担ぐっていうやり方、これを交互にやっていくと重く深くっていうのがやっとできるようになってくるのかなだと思うんで、今日はちょっと深めに座る練習でやっていきたいと思います。確実にお尻より膝よりお尻がこう下がってるわけじゃないですか、はい、これをこれなしでやれって言われてもどこまで下がってるか分かんないんですよ、はい、なんですけどお尻がついたら立ち上がるってなると基準がはっきりしてるんで、はい、毎回同じ深さでしゃがめるわけです。なんか椅子とかベンチとかをここに挟んでやるっていうのは結構自分おすすめになってます。こうすると一応膝よりも多少低いぐらいなんで、まあ、これで最終的に180で10回っていうね、ベンチに座る感じ、一回下がってみて、もっとここ折らなきゃダメなんで、そう、このまま座ってみて、こうすると安定します、はい、そう、あんまり体が立つときついです。もっと前傾、そう、そう、今見よう、マジだけど、浅井さん、うまい教え方が。そうっすか。腰全然痛くないですよ。痛くないですよ。兄さん、多分、いいベルト買った方がいいですよ。そうっすね。このベルトを本当に痛くないです、腰。それだけでも痛くないです。こういうレバーアクションタイプの方がいいですか？いいっす、全然。俺もこれ、実は12年前に買ったんですけど、ずーっとそういうのやってたんですよ。で、なんか坂本君がこれ使ってて、つけてみたら、1.2 倍ぐらい違う。本当ですか？はい。ブルガリアンスカットやったことあります？やったことはありますけど、感想どうですか？使った嫌いかで言ったら、いや嫌いです。嫌いでしょ？嫌いです。俺も嫌いだったんですけど、はい、あることに気づいてから、はい、すげえ好きになった。一応ハムケツ狙いじゃないですか、はい、隣のスカットって、はい、絶対死闘に入ってるんですよ。こっちに乗せてる方にも入っちゃう人いるから、それとあと息が抜けやすい、ハッて抜けやすいじゃないですか、はい、それ全部解決したらみんな好きになるんですよね、逆に言ったら。本当かな。それをだからどうやったらそれができるかっていう話なんですけど、はい、これもさっきのスクワットと一緒で一回しゃがんじゃうんですよ。一応これ右足からやるんですけど、はい、しゃがん立つ、はいはいはい、コツはこれもやっぱり前傾なんですよね。前傾、これがこうなった瞬間バランス崩れるんで、この前傾の姿勢のままこう来るんで、はい、あんまりこうこっちの足に体重かからないように立つ、はい、マジ最高。27キロぐらいかな。はい。いや意外といけるんですよ。どうでしたっけ。そうで前傾してちょっと体、そう、それ一回座ってみてください。
で、こっちの足は閉じる。もうちょいここ狭くてもいいかな、もうちょい前。で、前傾するじゃないですか。で、このまままっすぐ前に立つ。そう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 、クッと座って。2、そう、3、4、5、うまいよ。前傾、6、座った時、そう、7、8、9、そう、OK。ほら、ケツでしょ？ケツしかない。ケツしかないわ。膝とか上がらないですね。で、こう姿勢を保つっていう力がいらないから。めっちゃすごい、これ女子にもやってほしい。やってほしいね。ケツしか来ない。これでいいのよっていう。みんな一番嫌なのが姿勢を保つ力なんですよ。姿勢を保つ力でみんな嫌いになっちゃうんですよ。そこをぶっ飛ばしてあげればまずそのキツキになる。次はレッグカールです。で、シルエットレッグカールなんですけど、カールした時にここでお尻を上げるんです。こうやって、おお、そうすると結局こういう風にレッグカールしてるのと同じなんですよ。こうやってる状態になるわけです、はい、そうするとこのピークコントラクションと同じ効果があるんで、ただこうするんじゃなくて、これをここから腰を上げるとこうなるわけですね。それでこっちに来るっていう、やべえ、ちょっと足取り楽しいと思ってきた。よかったよ。俺とでよかったですよ。マジで。いやけど今日好きになって、はい、次の持田さんとの足取りって嫌いになる。嫌いになるぐらいね、多分きついと思いますよ。でもなんか持田さんとやると自分の上限が一気に上がるんで、あの背中押されるの、ポーンって。けど普段の足取りはもう8種目ぐらいいますか？いや、こんなもんっす。で、たまにっていうか、やっぱ変えてますね、結構足は。教わったやつやる人、自分で決めたので やるやつと、たまにゴートレで破壊、でかい破壊を。もうゴートレはね、とにかく結構こう、つわものが来るんで、最近は。
つわものばっかりじゃないですか。とりあえずなんか言われた通りやってりゃ完璧に破壊できるんで、それで回してますね。まあ、同じことやらないようにしてますね。足はスクワット180で10回っていう目標はあるっす。だからそれに一応つながるようにやってはいますね。あのなんか関節全然痛くなくてただ筋肉だけしんどい、はい、楽しかった、うん、なんか足トレ好きになりました。そうですよね。まずは好きにならないと続けられないと思うんで、はい、恋人と一緒ですよね。好きだから何年も続くわけで、はい、嫌いになった瞬間もう終わりじゃないですか。そうですね。それ一緒だと思うんですよね。とりあえずもうめちゃめちゃしんどかったんで、てかめっちゃ仕上がってきてるな、リーザー、はい、今年でかいよ。本当ですか。マジで頑張ったっすね。これはね、今年のディーサーはマジで年末までやるっていうからさ、楽しみですよ。またいろいろ教えてください。頑張りましょう。一緒に。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。 OK です、 OK です。お疲れ様です。